地理情報システム略称 GIS とは地理情報及び付加情報をコンピュータ上で作成、保存、利用、管理、表示、検索するシステムを言う。人工衛星、現地搭査などから得られたデータを空間、時間の面から分析、編集することができ、科学的調査、土地、施設や道路などの地理情報の管理、都市計画などに利用される。 コンピュータの発展に伴って、膨大なデータの扱いが容易になり、リアルタイムでデータを編集したり、シミュレーションを行ったり、時系列のデータを表現するなど、従来の紙面上の地図では、実現不可能であった高度な利用が可能になってきている。1967年、世界で初めて動作可能な地理情報システムが、カナダのオンタリオ州オタワで開発された。 ロジャートム・ムリンソンに開発されたシステムは、カナディアン GIS と命名され、カナダラント・インベントリが収集するデータの保存、分析に用いられた。分析用に分類機能も追加されていた。このように現在の GIS と遜色のない機能を備えていたが、政府機関向けのものであり、開発当時のハードソフトウェア技術の限界に近いもので、完成が遅れ。 また権利関係のトラブルも発生し、普及しなかった。マイクロコンピュータの発達により、エスリ、マッピンフォ、キャリスなどがクギーズの機能を取り込んだ地理情報システムを開発する。これは空間情報と属性情報を分離し、属性情報をデータベースの形式で管理する形態である。1980年代頃からユニックスワークステーションや パーソナルコンピュータで開発されている。20世紀末頃になると、それまで多種多様であったシステムやデータ、データ変換方式の標準化が進み、インターネット上に配信されるようになる。日本では昭和50年代から大学の人文地理などで研究開発が始まっている。しかし、文系の研究者で年齢が高い者にはパソコンなどに詳しいものが少なく、ソフトは 海外のものが主流で、言語の壁だけでなく、大変高価であったため、当初普及はしなかった。現在は、カーナビや、ガーミンなどのハンディ GPS、ハザードマップ、スマートフォンでも表示できる w e b e ーズ WMS などが、一般社会に普及し、GIS は、より身近な存在になりつつある。GIS を知らずとも、多くの人は GIS に触れたり、 何らかの GIS の恩恵を受けている。地理情報システムで使われるデータは多岐にわたっている。大きく分類すると、地図や空中写真、衛星画像などの図形情報、地物に関連する属性情報、使用している測地形や投影法、縮尺、精度などのメタ情報などに大別される。一般的に描画方式上のデータ形式として、 ラスターデータとベクターデータに対別されるが、オブジェクト指向 GIS では、こうした区別はなく、従来のラスターデータは関数によって表現される、被覆として扱われる。ラスターデータラスターデータは、空間を一定間隔の格子点に分割して、各格子点に値を与えることによって表現する、ラスタ形式のデータである。主に、空中写真や衛星画像などの、 リモートセンシング技術による写真やセンサーで受けデジタル化された画像である。また、それらを元に作られた土地被覆分類図や植生分布図、メッシュ気象データなどもラスターデータである。紙で表現されていた既存の各種地図をイメージスキャナでスキャニングした画像もラスターデータである。地形を格子点の標高として表現する数値地形モデルも多くの場合、ラスターデータである。 これらのデータは地理情報標準では被覆として扱われている。空中写真の場合は空中三角測量法に基づいて位置を定める。また衛星画像も空中写真も地形による歪みを含むため地形データに基づいてこれを補正する。このように処理された画像はオルソ画像とも呼ばれる。ベクターデータベクターデータはポイント、ライン、 ポリゴンの3要素で表現したベクター形式のデータである。測量や地図のトレース、カナダドルデータなどからの変換によって得られる。日本では地理情報標準プロファイルが ISO-TC211 で策定された ISO-19100 シリーズをもとに作成されており、一部は g i s x 7 1 0 0シリーズとして発行されている。メッシュデータとは、 地図を等分に区画したデータである。日本の場合、標準地域メッシュシステムに基づく、軽度差1度、緯度差40分で区画されたものを第1次、地域区画と呼ぶ。第二次地域区画は、第1次地域区画を、十大8等分。第3次地域区画は、第二次地域区画を、十大10等分したものである。地形を3次元的に表現するための、ティンデータ形式がある。 これは三角面を組み合わせて地形を表現する形式であり、ベクタ形式の数値地形モデルとみなして良い。シェープファイルとは、ポイント、ライン、ポリゴンの3要素からなる、ベクターデータに各種の属性データを加えたもので、広く用いられており、GIS 業界の代表的な標準フォーマットとなっている。測地形とは、地球の形状と、 それに付随する三次元座標系を定めるものである。日本ではこれまで主に日本測地系が使われてきたが、平成14年4月1日、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行により、世界測地系に基づく日本測地系2000へ移行しつつある。無料 GIS ソフトのクギーズ、ウェブギーズの Google ググマップスなどでは、WGS84 がよく、 使われている。地理情報システムの分野では、インターネットなどの通信ネットワークを活用した地理的情報の流通機構全体を指す。日本では提供可能なデータを所有している先行省庁によるクリアリングハウスの構築及び運用を行うこととされているため、国土地理院などが地理情報クリアリングハウス、ノードサーバーの構築、メタデータの整備などの技術支援を 関係省庁に行っている。GIS の主な機能を概略すると、地図の表示機能、図形の作成、編集機能、属性の作成、編集機能、検索機能、空間解析機能、主題図作成機能、印刷機能などがある。また、近年では、統合型 GIS の実現のため、ネットワーク機能や、あらゆるデータ形式を表示する機能が求められる。 GIS の最も基本的な機能は地図を表示することである。現在のシステムではさらに縮尺の指定、地図の移動や回転、地図の重ね合わせ、色の変更、線の太さの変更などの高度な機能も兼ね備えている。GIS の縮尺は一般的に他のシステムの図形表示よりも縮尺の幅が広い。対応している縮尺はシステムによって異なるが、 通常の地図の縮尺よりも広範囲に取ることもできる。縮尺の正確性については、モニターの解像度を設定することにより解決する。地図の重ね合わせは、紙の地図では、時間がかかった処理を大幅に短縮することが可能になった。この機能により、様々な空間情報の相関関係が目に見えるようになった。また、重ね合わせるだけではなく横などに並べて表示する。 システムもある。一般的な図形作成プログラムと同様に様々なベクターデータをマウスやキーボードを用いて描いたりラスターデータを取り込んだりすることができる。GIS に特徴的なデータとしてシンボルとラインシンボルがある。これは地図記号などを表現するために用いられる。シンボルは点であるがラインシンボルは線路など線の地図記号に使われる。 一つの図形は一つ、または複数の属性データに関連付けられることがある。現在の大規模な GIS では、属性データは関係データベースで管理されることが多い。住所や属性情報から地図上の位置を特定する。バッファー機能と呼ばれる指定した距離や属性から範囲や領域を検索したり、ネットワーク解析と呼ばれる道路や パイプラインなどのネットワーク構造の空間データから最短探索や隣接解析を行う機能がある。特定の目的を持って作られた地図のことを主題図という。例えば、土地の利用状況を知りたいときに土地を地目別に色塗り表示した地図。GIS は研究や軍事利用から始まったが、現在では民間企業や政府、教育などで広く使われている。 日本においては、1980年代後半から1990年代初頭において、まず、軽量地理学からのアプローチがあり、その機能の研究や統計パッケージと一体とした、主題図の作成ツールとしての利用がなされてきた。現在では、システムやソフトウェアの開発を得意とする、情報工学からのアプローチと、固定資産税システム評価と、都市計画への GIS の利用方法を探る、 建築学、土木工学、都市工学からのアプローチが主流となっている。阪神淡路大震災以降、にわかに災害を対象とした調査研究が GIS によって行われてきたが、その後、その機能面からの評価が高まるにつれ、特に政府、自治体からの利用の試みが増えてきているほか、法人のエリアマーケティング分析など、営業支援ツールとしての利用など、民間分野においても、 活用の期待が高まっている。世界標準を推し進める団体として、オープンジオスペーシャルコンソーシアムがある。日本では、国土地理委員が中心となって、地理情報標準を ISO-TC211 で策定された国際標準を元に作成しており、一部はジス x 7 1 0 0シリーズとして発行されている。時間次元を導入することにより、数日、 数ヶ月、数年間などにわたる変化を分析することが可能になる。1995年の阪神、淡路大震災を契機として、関係省庁の密接な連携のもとに、GIS の効率的な整備及びその相互利用を促進するため、同年9月、内閣に省庁局長クラスの地理情報システム関係省庁連絡会議を設置。 翌1996年12月には、国土空間データ基盤の整備及び GIS の普及に関する長期計画を発表。国土空間データ基盤の整備、地理情報の規格化、標準化、行政サービスの電子化に乗り出し、政府による GIS 率先使用を推進し始めた。2002年に、小泉内閣の下で作成された e j a p a 重点計画2002では、 地理情報システムの推進が盛り込まれた。同年 GIS アクションプログラム2002から2005を発表。この計画に基づき空間データの交換方法等の標準を定めた地理情報標準や GXML の制定、全国を一律の規格で網羅した数値地図2万5000、都市計画区域を対象とする数値地図2500の整備、 政府の地理情報の提供に際しての配慮事項に関するガイドラインの作成、電子地図の取り扱いを可能とする不動産登記法の改正、45万枚余りのデジタル空中写真のインターネット提供、地方公共団体の統合型 GIS に関する地方交付税措置制度の拡充、関係府省における21件の WebGIS サイトの開設等が実現された。 また同年 GIS と衛星即位を連携させて総合的に推進するため GIS 関係省庁連絡会議を発展的に開組し即位地理情報システム等推進会議を設置した2007年には2006年度からおおむね5カ年の政府の GIS に関する計画として GIS アクションプログラム2010を決定した国土地理院では 数値地図の電子化などの推進、地理情報クリアリングハウス、GIS を推進するための情報やサンプルアプリケーションをウェブサイトで公開する電子国土ポータルなどを運営している。またデータの G 利用における標準規格として JPGs を策定し、これは GIS アクションプログラム2010においても原則として準拠するものとされている。さらに国土地理院では、 電子政府の一端である電子申請を促進するため国土交通省の所管する法令に係る行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第5項第4号に基づき申請に地図の添付を必要とする手続きについて申請者、受理者両者が背景の地図を用意することなく申請すべき上乗せ情報だけを電子的にやり取りする ことで可能とする地理情報システム、電子申請用添付地図作成支援、確認サービスを2004年3月31日から運用している。また、2007年度から地理空間情報活用推進基本法の成立を受け、GIS における共通白地図として誰もが、 利活用可能な基盤地図情報の整備が始まり、整備の終わったものから順次国土地理院のウェブサイトを通じて協覧及びデータ提供がされている。概要統合型 GIS とは、地方公共団体が利用する地図データのうち、複数の部局が利用するデータを各部局が共有できる形で整備し、利用していく、町内横断的なシステムである。 統合型 GIS を導入することにより、データの重複整備を防ぎ、各部署の情報交換を迅速にし、行政の効率化と住民サービスの向上、費用対効果を図ることができる。統合型 GIS では、地図データを共有するため、地図データさえ読み込めれば、GIS エンジンは、すべての部署で、同じエンジンを使う必要はない。なぜなら、地図データが、 シェープファイルなど業界標準のフォーマットで保存されていれば標準的な GIS エンジンであれば簡単にデータを読み込むことができるからである。最近、マイクロソフトがこの分野に進出することを発表している。自治体における活用状況自治体における統合型 GIS の導入状況は以下の通りである。都道府県市町村、ありがとうございます。